おはようございます。今日はですね、グリップヒーター巻きつけて、安いやつですね、使い捨てに近いぐらいじゃないかなと思うんですけど、グリップヒーターです。こんな感じのやつ、こんな感じのやつ。これはカッコ株株式会社さんのを買いました。のっていうか、これアリエクじゃないかなと思うんですけどね。アリエクユニットで引っ張ってきて、土屋自動車さんで一応検品して出荷してくれてるのが、どっか説明書あったんですけどね。これ収縮チューブで最後やるタイプですね。そんな外国製のこんな説明書入ってるんで、まあ読めませんまあ読めません、読めないのは読めないんですけどこれをちょっとつけたいなと思うんですけどさっさとつけろよ、外すっごい寒いんですよ。で、準備するのに、これプラスマイナスですね。これだからバッテリーから引っ張ってアースさしてみたいな感じだと思うんですけどね。で、段取りよくちゃ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 進めたいなということで、前準備、一応電源取り出しハーネスは北子さんのですね、北子さんの買いました。このクソ寒い中テスター使って、これがプラスだこれがマイナスだなんてやってらんないんで、これがバッテリーだなんてやってらんない。さあ、一応頭の中ではもう取り付けできてるんですけどとりあえずやっていきます。これに一応室内作業できそうなやつ、室内なんか持ってきて、これに擬宝紙をつけて、もう外作業は一気にばらして、はい完了みたいな感じになったらいいなと思ってます今日久しぶりなんで、久しぶりでもないな、この間は休みだったもんな。休み続くとき続くんですよね今日はなんか午後から雪とか大寒波ですよ、大寒波それでは作業始めまーす。はい、とりあえず擬宝紙、さっき汚くなってる、汚いくないんですけどね僕の中では散らかりまくってる倉庫の中から擬宝紙を一応漁ってきたんで、あ、動かんな。細かい作業がすごい苦手なんですよね。ちょっとこれを1個はすぐずれたんですけどね、ちょっと全部ちょっとずらしちゃいます。擬宝紙のサイズがね合わなかったんですけど、ちょっとこっち側を無理やり広げて、買いに行くのがめんどくさいんでね買いに行くのがめんどくさいんで、はい、多分一応これ海外製、多分アリエク仕入れだと思うんで、わかんないですけどね、中国語とかいろいろ書いてあるからテストします。プラスマイナスアイで、どういう数値なの、1段階2段階ってことですかね。あ、暖かくなります、いいけど、1段階の方はあんまり変化感じられないかな。うわ、熱いぐらいになりますね。大丈夫かな。 1段階のスイッチの方があんまりこう効かない感じするけど、まあいいでしょう。よっしゃ、テスト完了。まあ動作確認もできて、擬宝紙もつけて、まあ擬宝紙のサイズが私が持ってるのはちょっとでかかったので
大きかったんで、こっちを無理やり広げた感じですね。買いに行くのがめんどくさかったんでね、しょうがないですね。せっかく綺麗に作ったのに、まあいいや、しょうがない。ということで、あとはバイクの方に取り付けるだけですね。寒い、表に出たくない。一応これ北子さんのやつです。あの電源取り出しハーネス、バッテリーと、あのアクセサリーとアース、アクセサリーか、イメージじゃない、アクセサリーとアースが取れる、まあアースは関係ないとして、アクセサリーとバッテリーが出てくるような感じですね。前を開けるとすぐカプラーがあって、どっかアースさせなきゃいけないのか。付属の、まあまあアースは後で考えましょう。どこでもいいんじゃないの、わかんないですけどね。一応あの動作確認完了です。はい、ああ寒い。アースこれでいいんじゃないの。これでいいんじゃないの。まあいいや。カプラーこれですね。これかな。あ、こっちだ。これだ。こっちですね、多分。ここに、鍵のスイッチあって、この鍵のカプラーの間に、来たこのやつをかませるわけですね。いや、結構しっかりついとるわ。バラしちゃいます。バラしていきます。中身はこんな感じですね。こっちのカプラだと思います。あー寒い寒いなー。あー取れねえかな。あー、これぐらいは外さないとダメかな。出そうな気がしなくもないな。割れそうな気がしなくもないな。あれ、あ、大ごとですね。大ごとになっちゃいました。一応ここを外れるぐらいまで緩めて、4ピンカプラー出して、ちょっと多分配線通さなきゃいけないんで、こっちは開かないんですよね。割れちゃいましたよ。なかなかや。じゃあ、あの下側もうネジ、ここにもネジがついてて、こっちにもネジがついてるんですけど、ここは浮いてきてるんだけど、これ外れないんですよね。外れるんでしょうね、きっとね。あ、何が苦手って、このカウル外すのがさ、一番結構しっかりついてるんですよ。ここか。マイナスドライバーでこじったら割れるんだろうなと思うんだけど、そういうもんだしな。結構そういうもんなんですよね。まあいいや、これ挫折してもしょうがない。あー、しんどいな。いいか出てきましたね。どうやってついてんのこれ、そもそも。グリップエンドはね、外したんですけど、これやっぱ接着剤ついてるんでしょうね、取れないっすよ。ここが割れないんだよな。あー、もう、あー、割れた。やっぱさ、はめてあるだけなんですよね。バコーンっつって、バコーンってはめてあるだけなんですけど、割れちゃいましたよ、ここも。しょうがねえな、もう。いや、カオル、こっちのウィンカーはポロンって言ったんですけど、こっち側のウィンカー、こっち側のウィンカーもう一つですよ。もう一つありますよ。わあ、寒い。寒いのにも手抜きしようと思ったら、えらい時間かかんな。これで一応配線は通る感じになったんかな。もう、一応配線は通るわ。いや、割れてしまったもんはしょうがない。あー、
だから寒い時にじっくりやる、なかなかね寒い時にやるとねこう力技が出てしまうんでしょうがないですね、しょうがない。で、北子さんの4ピンカプラ、4ピンですね。こっちも4ピンです。これイグニシ、あの鍵のところのここに、ここにかます感じになってますね。こんな感じでね。寒いよいしょ、ちょっとつけていきましょうか。よっしゃ、これつきましたね。うわー、手がやだやだ、あーやだそんなこと言ってっから顔終わっちゃうんですよねやだ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 やってる。はい、これで取り出し、アース、多分ここでいいと思うんですよね。ここになんか他のもアースしてっから、なんかもっと後ろの方まで引っ張れみたいなこと書いてあったような気がしなくもないけど、とりあえず ここにかませましょうか。つか触ってないのにいろんなところのネジがゆるゆるなんですけどほんと手が痛いっすよいしょ、ここにアースかませましょう。テスターはね、ずっと使ってないからどっか行っちゃったんだよな。そんなにプロが使うようなテスターはないんですけど、どっか光るだけのテスターがあったような気がしなくもないんだよな。ちょっとね、こんな状態なんでね、こんな状態なんで、ジャイロ君邪魔ですね。ジャイロ君邪魔。テスター出てこない。テスター出てこないんで。どうしよう、ちょテストしてからのがいいよな。ちょっとシナモンつけて温まるか温まんないか見た方がいいのか一応これがアースらしいです。アースアース、こっち黒 ACC から引っ張れば、ACC から引っ張れば、あー寒い、あ、鍵もあんねーし、あー、今 ACC から取って、うわ部屋の中だと暖かかったけど外で使うとそうでもないな。こんなもんなんかな。ああ、1は、まあ暖かくなるわどれぐらい強くなるかわからんけど、一応アクセサリーから取って切ると冷えますね。冷えるわ。アクセサリーから取りましょう。アクセサリーから取りましょう。こうね、アクセサリーから取りましょう。あ、つけ
けたらまずいのか。先もこれ配線しなきゃいけないのか。うわ、そっかそっか。鍵、キタコのやつは大丈夫ですね。キタコの、キタコのやつは大丈夫。で、本来のグリップヒーター、グリップヒーター、使い捨てグリップヒーターかどうかわからないですけど、これスピードメーター取らないから浮いてこないのは分かってるんですけど、ちょっとできるだけ、どうするんだ。配線が通らんな。はい、いや、やっぱカオルが一番時間かかりますね。いや、結構細かいとこ割れました。爪、結局叩き込むはず、うまい外し方あるんでしょうね、きっとね。あるんでしょうけど、ちょっと初めてバラすんで、勝手がわかりません。勝手がわからない。で、まあいいや、これは。あとねじりで締めて、こんな感じですね。こんな感じで、こうかな。で、ここに風防つくから、これが直接濡れることはないかな。ちょっとしわくちゃになっちゃったんですよね。ここの細い穴通そうと思ったら。しわくちゃになっちゃったけど、多分これ熱線引いてあるだけなんで、切れてさえいなければ電気は流れるはず。よいしょ、これでなんかこんな感じですね。あ、ライトついてね。今で見えたかね。そんでこんな感じですね。間にかまして、SCC アクセサリーから取りましたね。アクセサリーをプラスで、これアース線ですね。これアース線で、ここにアースさせました。電源入れてみましょうか。暖かくなるか。今冷たい状態ですね。2と1があるけど、何がどうなのか分かんないですけどね。どっちが強いのか。あったかくなるけど、すごい弱いっすね。すごい弱いっすね。スイッチ入れてすぐあったかくなってくる感じは、あったかくなってるね。あったかくなってる感じはあるんですけど、こんなんで、こんなんで1の方が強い感じがあるんだけどね。電気流れてねえのかな。いや、あったかい、弱いですね。弱いですね。手が冷たいせいもあるかもしれない。あったかくはなってるけど、ああ弱いな。
いや、全体的に暖かくはなってるんですよ。暖かくはなってるんですけど弱い。ちょっとそのうち暖かくなるんですかね。そう、グリップヒーター自体をどのぐらいまで暖かくなるのかっていうのを初めてつけるんでわかんないんですけど、これじゃ弱すぎる感じですね。まあいいや、弱すぎますよ多分。多分実感できいいんじゃねえかな。あったかくはなってるんですよね。電源切ると一気に冷たくなるからあったかくはなってますね。あ、これあれだ、すごいすごいバッテリー食うわ。バッテリー食ってるのかな。アイドリングが落ちる。ちょっとアイドリングが落ちる。そういうこと。とは要は全開で走ら、アクセル回して走ればあったかくなるのかな、そういうことですかね。いや、よくわかんないっす。まあいいや、とりあえず今の状態でもあの暖かくなってる。ただそれが今ほらもう電源切ってるから冷たくなっちゃいましたもんね。冷たく、まあいや、しょうがない。実際使ってみて、あと耐久性と、とりあえずこの辺ちょっともう元に戻します、寒いんで。はい、グリップヒーター取り付けですね。配線はここから通しました。この上で、ちょっとくしゃくしゃになっちゃ、本当は綺麗に通したかったんですけど、雑ですね、仕事がね。仕事が雑です。自分のバイクなんでね。まあいいや。で、ちゃんと電気通ってますね。あったかいっす。あったかいっつうか、どうだろう。要は、そんで、ほら、スイッチ入れるとアイドリングが落ちるのか、ちょっと、わかるかな？ちょっとなんかアイドリングに影響出ますね。ちょっとアイドリング、すごい電気くんでしょうね、これきっとね。多分。でも、あ、多分すごい電気くってるんでしょうね、きっとね。わかんないですけど。で、配線はこれ、キタコの取り出し使って、こんな感じです。取り付け自体は、簡単ですけど、綺麗に通そうと思ったらいろいろめんどくさいです。まあ初めこれ多分もうバラしたり組んだりしてる人にしてみりゃ多分この楽にカバ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 外れるんでしょうけど、まだ多分あんまりバラしてないんで不慣れなもんで、ここ割れましたね。まあ割れたけどネジ止めしてやったら大丈夫でしょ。しょうがないですね。よっしゃ、もう組み立てちゃいます。はい、一義名的なものはできましたけどね。できましたね。うわー、しんどい、時間かかるわ。本当はこっちや。あ、本当はこっちやな。で、今冷たいでしょ。暖かくなってるんですけど、そんな強烈に暖かくなってこないんですよね。どうかないです。グリップ吹いたとこんなもんでしょうか。あとは、ああ、しんどい。一番しんどいのは薫ですね。
あの、カオル、つけるのはわけないです。今寒いな、2時間ぐらいかかってますかね。一番時間食ったのは配線をきれいに通そうと思ったので、カオルのあれですね、まだ続きがあるんですけど、これこの両テープも入ってるんですよ。多分このテープここに、ここですね、ここに多分貼り付けるんだと思います。貼り付けるんだと思うんですけど、外国産のテープカッチカチですカッチカチだな。使えんのこれ、ちょっと待って抜けば使えました。これをここにとりあえずテープ止めるんだと思います。とりあえずテープを止めるんだと思います。まあ、3つぐらい巻いときゃいいんじゃないかな説明書がないわけじゃない読めない説明書が入ってたんで、あんまり配線が動かない。まあいいや、しょうがない、そんなこと言ったって、そんなこと言ったらしょうがない。あとは耐久性ですよね。言うても外国のやつなんでね。で、あ、しょ、こんな感じですね。ちょっと出せますけど、こんな感じですね。はい、あったかいですね。あ、廃品回収車来ましたね。あの、自転車って言わないでチャリンコって言ってますよ。チャリンコってチャリンコって言いましたよね今ね
チャリンコってなんだよって話ですけど、初めて聞きましたよ。チャリンコ、チャリンコって言ってましたよ。どう思います？あったかいんですけどね、あったかいぐらいです。あ、そっか、カイロ、使い捨てカイロより、使い捨てカイロよりちょっと低いぐらいですか。どうなんでしょう。エンジンぶん回すと暖かくなるんですかね。手袋してこれもう一つまだ被せるんですけどね。スイッチここです。ここむき出しになってるけど、あとは感電しないか感電するかしないかな。1、2で2の方が普通あったかくなるんじゃねえかなと思うんですけど、なんかいまいち多分ありえくだと思うんですけどね。まあいいや、とりあえず大寒波に間に合ったかな。これをつけて実感できるかどうかがあれですけどね。あー、ちょっと待って、やっぱテープ真ん中いらねえな。ここの部分だけちょっと温度が下がるな。下がるな。もう一個かぶせるか。これテープ外します。ちょっととりあえずこんな感じですね。まあまあいいんじゃないでしょうか。微妙にステッカー増えてます。ステッカー増えてますね。ステッカー増えてますよ。こんな感じです。こんな感じです。はい、こんな感じです。まあいいや。よいしょ、もう一つ作業いきましょうかね。じゃあ、あー、サビ収縮チューブ、これが入ってくるんです。これをこれをちょっとなんだかんだで一番よく使う、一番でもないけど、ヒートガン、安いやつです。なんだかんだで使いますね、ベアリング交換とか。はい、これで収縮していきます。今映像撮れてなかったですかね。ヒートガン壊れました。アマゾン製で、ベアリング交換30個分ぐらいですかね。煙出てきましたね。
30分ぐらい交換してよかったですね。本当にベアリング交換中だったらもうショックで立ち直れないですよ。あーびっくりした。なんかちょっと家の中にあったドライヤーで収縮チューブを縮めていきたいと思います。いや、ヒートガンでやってて、さっき映像撮れてなかったんですけど、いきなりブワーッと音がして煙が出てきました。ドライヤーだと弱いですね。ヒートガンだとあっという間でここまで進んだんですけど、元はあんな感じです。元は こんな感じのやつを温めると縮みます。あドライヤー弱すぎるな。まあでもヒートガンもう電源入らないんで良かったですよ。ベアリング交換中だったらもうショックで立ち直れなかったですね。どうしてくれんねんって話ですよね。もうベアリング交換するためにベアリング冷蔵庫で冷やしてそれやるぞーって言ったらブォーってぶっ壊れましたねっていう風になってなったら、まあ、動画見てる方は面白いのかもしんないですけど、やってる本人、地獄ですね。もう、いや、もういいや、いいわ。1ヶ月ぐらい立ち直れないですよね、きっとね。あー、ドライヤー弱いな。全然縮まないですね。あーよかった。あベアリング30個ぐらい。これです。多分 Amazon で売ってると思います。ヒートがなんだかんだって言って重宝するから買わなきゃいけないですね。はい。一応ヘアドライヤーでやったんですけど、ヘアドライヤーでもまあまあできるかなって感じかな。ヒートガン、あーよかった、ベアリング交換してる時じゃなくて。あーまあ安物ばっかりなんで揃えてるんでね、工具はね。テープ巻いてた方がいいかな。いや一応完成ですね。いいんじゃないでしょうか。グリップヒーターの取り付け完了です。カウル外すのが一番しんどかったですね。それ以外は受けてます。